究。あいつらを研究所に近づけるな。分かっている。何が何でもここで食い止める。それにこれはチャンスだ。我々の手でカイソを封印できればきっとあの方も見ち。めんどくせえ。さっさと片付けるぞ団長。おいおい、この程度かよ。話にならねえな。それにしてもこいつらがこれだけここにいるってことは、あの情報は当たりってことか。だな、研究所とか言ってやがったし。にしても本当にすげえ執念だよな。ま、それだけ俺様を封印したいんだろ。ヘルメス錬金術学会の連中は。私はヘルメス錬金術学会所属のしがない錬金。はっ、前々から思ってたんだが、お前ら錬金術師のくせに錬金術の開祖である俺様に対して礼儀ってもんが足りないんじゃねえか。カリオストロさんはこの人を知ってるんですか。こいつ自体は知らねえさ。ただこいつの所属する学会とはちょいと因縁があってな。因縁などとは、我々は錬金術の品位を保つため尽力しているに過ぎません。はっ、人を数百年も封印しといて相変わらずだな、てめえらは。封印って、おい、それまさか。そうだ、こいつらヘルメス錬金術学会こそが俺様を封印した組織だ。封印を解いて早々申し訳ありませんが、もう一度おとなしくしててもらいますよ。またカリオストロさんを封印するつもりなんですか。カリオストロ殿は少々奔放すぎる。錬金術の品位を保つためにはいてはならない存在なのです。にしてもこいつら開祖である俺様をちょっとバカにしすぎだろ。あの程度の実力で俺様を封印しようだなんてよ、鼻で笑っちまうぜ。でもよ、前はあいつらに封印されたんだろ。あ？なんか言ったか、トカゲ。はい。もう変なこと言ったら裏バラスでカプってしちゃうぞ。あの、はい、カリオストロたちに何かご用ですか。その、この村を救っていただいてありがとうございます。あいつら、あの研究所ができて以来この村で好き勝手していて、村人全員が困っていたんです。ほう。おい、その辺詳しく説明しろ。あ、はい。帝国と錬金術師どもが共同で作った研究所ね。はい。中で何を作っているかは私たちも知りません。ですが、酔った帝国兵が完成すれば世界の真理に至ることができる何かを作っていると、そう言っておりました。なるほどね。ま、嘘じゃねえか。俺様から情報を引き出せれば真理に至れるだろうからな。あの、それでこれからどうします。情報が正しいのは分かりましたけど。賛成だな。あいつらの研究所とやらに行って研究成果をぶっ潰そうぜ。俺様があいつら程度に封印されることなんて万が一にもねえだろうが。だが、念には念を入れておいた方がいいからな。そうですね。カリオストロさんがまた封印されるなんて嫌ですし。それもそうだな。よし、じゃあ行くぞ。
俺様を封印なんて考えがどれだけバカバカしいことか、それを教えてやるぜ。ここが村の奴らが言ってた研究所か。でも、人の気配が全然しませんね。研究資料は？ち、どうやら一歩遅かったみたいだな。ああ、賛成だ。この様子だと、まだ何か残っている可能性は高い。隅から隅まで徹底的に調べるぞ。一応何があってもいいように。はい。おざ。ん？今の音は？危ねえ！ダメ！俺様は大丈夫だ。それよりも団長は？そうか。ならいい。それよりも、油断するなよ。おい、本当に大丈夫か？ああ、大丈夫だ。そんなことよりも、今はあいつを。思った以上に。おい、まだ動くのかよ。なら次は跡形もなく消し飛ばしてやる。さあな、俺様がやり損ねるとはな。それにこの感じ、まさか。ふん、実践試験の方はどうなっている？上々です。そうか。それにしても私たちの流した情報にうまく引っかかってくれましたね。カイソの性格であればこうなるのは当然だ。にしてもよかったのですか？帝国中には死に物狂いで戦った者もいたようですが。構わん。あの程度、想定内の犠牲だ。それよりも計画を次の段階に移すぞ。はっ！もう少しだ。もう少しでカイソの全てが手に入る。調子出ねえな。俺様が天才であることに変わりはねえが。ま、団長が世話をしてくれるなら体調不良も悪くねえかもな。